おはようございます。先日も西園宮先生にお越しいただいて講習を行っていただきました。講習の前に修行僧からの要望を聞いてくださいました。ある修行僧が足裏3点で床を押すということをいつも習っていて、母子球とかかとはわかるのですが、小子球の感覚が鈍いのでどうしたらいいかと質問していました。これは私なども同じであります。母子球という親指の付け根はよくわかります。かかともよくわかります。しかし小子球という小指の付け根の感覚はやはり鈍いものです。西園先生も誰もそうなのだとおっしゃってくださり、私などもほっとしました。そんな要望もあって、その日の講座の終わりには、この小子球の感覚を徹底的に鍛えてくださいました。そんな会話のあった後に、西園先生は皆に腰を入れて立ってみるように指示されました。腰を入れるということはどういうことなのか、それぞれに感じていること、思っていることは異なると思います。私も自分なりに腰を入れたつもりで立っていました。すると西園先生は一人一人の背後に回って腰を後ろから押して回られました。私もかなり押されたなと感じました。腰を入れると言われて、私はこの言葉に随分と迷わされたものだとしみじみ思っていました。腰というのは何であるか、いろんな意味があると思いました。単に腰が痛いという場合の腰もあれば、うどんを湯がいて腰のあるうどんだなどと言ったりします。試しに広辞苑を調べてみると、実にたくさんの意味があることが分かりました。1番、人体の脊柱の下部で骨盤の上部の屈折しうる部分、尻腰、腰を下ろすというふうに使います。2番、衣服などの腰に当たる部分、またその辺に結ぶ紐の章。3番、建物建具などの中ほどから下の部分、また器物などの台脚の部分。4番山のふもとに近いところ。5番腰の力の良い弾力、粘りなど腰の強い持ちというふうに使います。6番構え、姿勢、腰つき、話の腰を折るというふうに使います。7番和歌の第3句。8番兜の鉢の縁に巻いた帯金物、また助数詞として使うこともあるようです。肉体の腰にしても、どの辺を腰というのか人それぞれであります。また広辞苑には腰に関する言葉もたくさんあります。腰があるとは、麺類などにしっかりした粘りや弾力性があることです。腰が砕けるとは、腰の安定した姿勢が崩れる。物事に立ち向かう勢いが中途でなくなる。意気込みが衰える。腰砕けになるという意味があります。腰が抜けるとは、驚き、恐怖などにより立ち上がる力がなくなる。精神的な打撃を受けて気力がなくなるという意味です。腰が低いとは、他人に対して態度が謙虚であることです。さて、腰を入れるには2つの意味が書かれています。1番、腰を下げて体勢を安定させる。腰を入れて投球する。2番、本気になる覚悟を決めてやるということなのです。おおむね身体的な意味と精神的な意味とがあることがわかります。さて、私が実に長い間勘違いをしていたのが、腰を入れるとは腰を前に突き出すことだと思っていたのでした。そうしますと当然腰が反ります。腰を反らせてお尻を後ろに突き出すと腰が入ったように思っていたのでした。これも腰を入れようと思えば思うほど腰を前に押し出し腰を反らせていたのでありました。確かにそのようにしますと下腹が前に突き出され、しっかり膨らんで充実したように感じるものであります。
下っ腹を前に突き出して座れともよく言われていました。腰が引けている状態にある人にはこのように腰を立てて下腹を前に出すようにと注意することはいいでしょう。ちなみに腰が引けるとは逃げ腰になる、積極的に関わることを避けるという意味が広辞苑には書かれています。ところがこの下腹を前に押し出すようにというのはあまりにやりすぎると骨盤が後傾し反り腰になり腰に無理な負担がかかるようになります。少々肉体的な悲鳴が上がっていてもそれを精神力で克服すればいいと思っていたのでした。体の声を聞くとはよく言われることですが全く体の声を無視していました。だんだん年齢とともに腰が悲鳴を上げるようになっていったのでした。立っている時でも下腹を前に突き出すようにしていましたのでだんだんと足がしびれるようになってきました。長時間正座して足がしびれるのと同じ感覚です。立っていても足がしびれてすぐに歩き出せなくなっていました。今思えば愚かなことですがそんなことを真剣にやっていたのでした。しかし腰が悲鳴を上げて工夫し直すようになったのです。そんな20年以上にもわたる愚かな工夫の反省があったので腰を入れるという言葉には違和感を覚えるようになっていました。腰は無理なく自然に立つものだと感じるようになりました。腰骨を立てるという言い方もしますがこれもあまりにも腰が引けて曲がっている人に対しては腰骨を立てましょうというものです。すでに腰が立っているのにさらに前に押し出そうとすると無理をすることになります。むしろ腰骨が立つ状態を作るように心がけるようになりました。腰を入れるのも同じで腰を入れようというよりも腰が入る状態を作ることが大事だと思うのであります。そんなことを講座の後に西園先生に申し上げてみました。腰を入れるというとどうしても無理に力んでしまうことが多いので腰が入るの方がよろしいのではありませんかと伝えてみました。さすがは西園先生、全国で多くの方々に講習を続けてこられて一般の方には腰を入れるといった方が腰のあり方が変わってきて腰が入るだとあまりにも漠然としていて変化が見られないことが多いということでした。なるほどと思いました。私などは20年も勘違いをして無理に力んできたので腰を入れるよりも腰が入るの方が良いと思ったのですが多くの一般の方にとってはまず腰を入れると言われた方が伝わりやすいのであります。森新造先生がおっしゃった腰骨を立てるも同じであります。腰骨が立つというよりも腰骨を立てるの方が意識がはっきりします。ただあまりに過度にやりすぎないように注意しないといけません。さてそうして腰を入れて立つことを行ってから足首回しが始まりました。これも足首を回すと言葉で言われるとただ足首をぐるぐる回すだけになってしまいます。2人ずつ組になって相手の足の裏を持って自分の手のひらの母子球で相手の足の母子球を相手の丹田に向けて押すようにして回すのであります。柔らかくゆっくりとして繊細な動きなのです。今回も前回と同じように一人一人の足に触れて教えてくださいました。私も修行僧に混じって講座を受けていますので修行僧の足に触れさせてもらいます。これもまた普段にはないありがたいことであります。いつも裸足で暮らしている修行僧の足というのは綺麗とは言い難いもので西園先生に触れていただくのは恐縮なのですが修行僧にとっては貴重な体験であります。そうして母子球小子球を丹田に向けて柔らかく押して回すことを行ってその後足の小指を鍛えることを習いました。そのようにして3時間近く講習を受けて最後に腰を入れて立つように言われました。
実に足が大地を踏みしめて微動だにしないように感じます。正式をまはっきり意識できるのです。そうして西園先生が一人一人腰を後ろから押して回られました。今度は押されても実に軽く押されただけだと感じました。西園先生に最初と同じ強さで押されたのかと伺うと、同じ強さで押したとおっしゃいました。こちらがしっかり安定して腰の入った状態になったのだと分かりました。今回も最後に皆で座禅をしましたが、皆足が組みやすくなった、体が軽くなった、呼吸が深くなった、背筋が伸びるように感じたと言っていました。翌朝の読経や座禅でも今までとは違うようになっているのです。皆姿勢が良くなり声もよく出ています。修行僧に聞いてみると、やはり丹田がはっきりしてきて体が変わるのがよく分かったと言っていました。もっとも数日経てばだんだん元に戻っていくのですが、これを幾度も繰り返していけばきっと身につくものだと思っています。それでは姿勢と呼吸とを整えてまいりましょう。まず両方の足で床をしっかりと踏みしめます。この大地に支えられていることを感じて、足に力を入れて、よし立ち上がるぞという気持ちで、お尻を5センチないし10センチほどスーッと持ち上げていって、ストンと下ろします。息を吸いながら肩をぎゅっと持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろします。もう一度息を吸いながら肩をぎゅっと持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろします。最初一息、息を強く吐き出します。この時にはお腹の底に溜まっている空気も全部吐き出してしまうつもりで、胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまうつもりで、口を開いて一息強く、はぁ、と吐き出して口を閉じますと、鼻から新鮮な空気がいっぱい入ってまいります。おへその下下腹いっぱいに新しい空気が満ちて、さらに体の隅々まで新しい空気が行き渡っていくのを感じながら、ああ、ありがたいな、嬉しいなと、この思わず微笑みがこぼれてまいります。そんな気持ちでその後は口を閉じて、ただ鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。
はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。